ロンド島は、モーリシャス島の 22.5km 北にある、無人島である。ロンド島は1.69平方キロメートルの広さを有し、最高地点の標高は280メートルである。ロンド島は1957年以降、自然保護区となっており、国立公園保存局と、モーリシャス野生動物財団によって、共同で管理されている。また、ロンド島の周辺は、 スクーバダイビングの名所としても知られるが、島内は自然保護区であるため立ち入り禁止となっている。ロンド島にしか存在しない希少な爬虫類が存在し、それらにはロンド島トカゲ、キュンターヒルヤモリ、ロンド島ボア、および絶滅したボリエリアボアが含まれる。こうした爬虫類を含む生態系は外部からネズミや猫がもたらされたことで危機にさらされていた。しかし、 保全生態学者のカール・ジョーンズらによる生態系保護の努力が行われた結果、ロンド島トカゲの数は増加しつつある。また、ロンド島固有の貴重な植物として、とっくり足がある。1794年10月22日、正論侵攻の過程で、ロンド島沖でイギリス海軍とフランス海軍の戦いが行われた。ありがとうございます。